歌なんてね、それっぽく、歌なんてね、それっぽく歌っとけばね、そう聞こえるんだよ。もうね、歌はね、うまく、歌詞が合ってるってないじゃん。もうそれっぽく歌うか歌わないかってのが一番重要。くっそ重い、くっそ重い。もう歌はね、うまく、歌詞が合ってるってないじゃん。もうそれっぽく歌うか歌わないかってのが一番重要。もうそれっぽく歌うか歌わないかってのが一番重要。もうそれっぽく歌うか歌わないか。はい、どうも、アークです。今回もコールオブデューティー、今回はコールオブデューティーモダンウォーフェア3の実況プレイやっていきたいと思います。使用する武器やバレット、パーク、リーサル、等々、いつもと同じです。基本的にモダン3で使用する武器は全部同じなの、武器というか、クラスほとんど3つぐらいしかないので、開幕失敗しましたね。ただ敵が左側にね、かなり寄ってきてるので、こっから出てくるか、こっちにいるか、ごめんなさいなんです。で、盾が今真ん中から左に行ったので、困るわで、結構早めに今マーカー与えてから5秒以内に倒したので、マーカーがバレてる可能性もありますね。多分この人にバレてます。あ、バレてた。今のがね、うまくもうナイフで切り込んでくるかなと思ったんですけど、階段でね伏せられたのでどうしようもなかったです。急いでね C4 投げようとしたんだけど、ダメでしたね。今、味方が、敵が左のこっちに入りました。ただ、こっちにも来てる。さあ、味方頑張れ。あ、死んだ、俺。おぉ、死んでない。これ、門待ちされてたら、されてなかった。うわぁ、マジか。今のところ、いい勝負してるので、頑張りたーい。うん、こっからね、差がね、一気につくか、それとも食いついていけるか。まあ、どっちかなんですけど、全然見えなかった。オッケーオッケー。わーん、逃げろ逃げろ、あのスナイパーうまいぞ。うわぁ、見えない。全然見えなかった。とりあえず UAV だけは。結構ね、こういう UAV が、うん。倒したか。裏回ってないか。そんなことはないかな。これ俺が置いたダミーでしょ、多分。これにね、多分スナイパーいると思うんですよ。今回敵にね、スナイパー上手い人なんでね、危ない。この人ね、上手い人なんで、結構慎重にね、あ、いた。中に入ったのかな。多分中に入った。いない。いた。あ、死んでる。危ない。多分こっちにね、いると思うよ。オッケー。危ない。結構ね、焦ってくると全然ね、クリアリングが、急に雑になるので、気をつけたいところですね、一番そこは。こっちから回ってくるかもしれない。なーく OK。リコンね、一応出しときましょう。今回、頑張れば勝ってるかもしれないんで。結構ヘリ機銃にね、人がいるときに、敵がいるときに、偵察機出したりすると、割と、狙ってきたりするので、このね、バカーラの、このヘリの機銃のね、射程圏内に入らないように、いるときは飛ぶことが大事です。まあ何度も言ってるんですけどね。まあ一番楽なのはね、屋根のすぐ上を飛ぶっていうのが一番、弾を避けるのに楽な方法で、私もよく使ってるんですけど、こういう風にね。
こういうふうに屋根の上をどんどん、なんていうの、発想飛びみたいな感じで点々と寝回っていきながら敵のリスを掴みつつタグをつけていくっていうのが最もスタンダードだと思います。ボディアーマー出てますね。セントリーか。ああどこ今のはちょっと分かんなかった。覗いてて中から出てくるか。うまいね、伏せ打ち。伏せられてなかったら当たったかもしれない。敵がね結構今回の試合散らばってるので立ち回りがちょっと安定しませんね。とりあえず多分オクリスだと思います。オクリスからのオクリスじゃないですね。もう一回出しましょう、はい、もう一回出します。とりあえずもうどんどんタグつけて味方のサポートを今回ねやっていこうと思います。 OKOKOK。とりあえずね、敵が集まってる時は、あえて敵のこの上を飛ぶことによってね、リモートリコンのカウンター UAV 効果をうまく利用しながらタグをつけるっていうのも一つの手だと思いますね。まあ、ただ破壊されるね、リスクはかなり高くなりますけども、まあ、その時はその時にね、敵の真上を飛ぶように意識しながら、飛ばせば、まあ、なんとか、10秒ぐらい持ち込む。答えられるかなと思います。こういう風にね出た場合は真上に行くことによって敵は真上に向くことはできないので、わあダメだダメだ、2人以上になるって2人以上来た場合はもうその時はその時です。屋根の上に行きましょうまあこれをね繰り返すことによってうまくタグがつけれると思います。でリスが今かなり固まってるので、今回はかなりつけやすかったです。で一応偵察機ね終わる寸前にある程度周りの敵のね様子位置とかっていうのを調べておくと、復活した時のね立ち回りが結構楽になったりしますので、その辺ね最後ワンポイントとして敵の位置を押さえておくっていうのもいいんじゃないかなと思います。OK、 今回勝てるのかな、奥にいるな。リスが濃いんですよ。ここだいたいね真ん中からこう走って左に向いてくるのが多いんですけど、まあ、そっちばっか見てるとね今みたいにねこっちからリスしてきた敵にやられちゃうので注意が必要です。今敵がいたような気がするけど、あ、いないか。今このままだと多分こっち右曲がったところの奥によしいるでしょうと。そうすると多分こっちのね横のところからリスしてるんじゃないかなと思います。リスしないな、こっちにいるはずな。危ない。機銃今回ね敵かなり使ってくるのでセンターにはあまり寄らない方がこの試合は良かったのかなと。よしということで、今回の実況を終わりたいと思います。成績の方は26キル15アシストの16ですということで、まあなかなかいい成績だったと思います。ということで今回の実況を終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい、じゃあさよなら。